ながら自分の都合のいい時に自分の見たいところを教えてもらえる、しかも何回もみたいなところはすごいいいですよね。わざわざその遠方でも学校に通ってこなくてもいいし、そのそれこそ自分の作業環境の整っている机のところで、そのまさに教えてくれる人の動画を見ながらこのままやれるみたいなのすごいありがたいと思います。生のこう書いてたり、まあ、トーン削ってたりするとかいう、そういう動きであるとかネームの書き方であるとかが手元が見えるみたいなのは、まあ、ありがたいですよね。